はい、皆さんお疲れ様でーす。練習帰りでーす。どうも、お疲れ様でーす。じゃあ、振り返っていきますか。お疲れ様でーす。お疲れ様でーす。見ていきましょうか、みんなで。高画質でね、撮ってきたんで、よろしくお願いします。さあ、どんな感じかな。見てた？みんなは。見ましょうか。はい、お疲れ。お疲れ様です、マムさん。今ね、家に着いた。ご飯食べてきたところっすね。はい、小夜さんいらっしゃい。お疲れ様です。楽しんでってください。高画質バージョンです。やっぱ画質いいね、放送よりもね。ドレさん、ガタいいね。しごかれてきましたよ、しごかれて。みんな見た？これ。みんな見た？ドレさんの枠見てた？わあ、疲れたな。あ、見てなかったんだ。じゃあ高画質バージョンだからこっちの方がいいかもね。楽しめるよ。あ、見てくれてた？矢野ラッキー。ありがとね。お疲れ。辰彦 VS 光くんからかな。次でいいか。すいません。何？ここで2分で、2分ですみません。はい、ちょっと電話お願いします。1分インターで。みんなね、仕事とかもあるからね、なかなか見れないよね。ちゃんと自分からね、マスクを開けて。カメラの位置を調整中です。軽く運動神経いいよね。
コーナーにいるのはよくない。そうそう、コーナーぐらいで陣取り合戦だから回って、そうそうそう、自分の、そう、いいね、練習しないと動きいいね、いいね、いいね、はい、エルヴィン、こんばんは。楽しんでて。そうだよね、前ゲーとかも使ってたよ。ちょっとロブロブ気味だけど。誰、タクシコさん、下がってくれるから、ミドルちゃんと蹴ってごらん。普通に蹴って大丈夫だから。そう、そう、いいよ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 。いやすごいよね、なんでなんだろうね。足から始まってて、いや運動神経がすごいんでしょ、多分運動神経が人と違うんでしょ、全然レベルが違うよね。なんなんだろうね、天性野性なんじゃないの、やっぱりセンスでしょ、そこはねえ。ボロレルさん、やっぱヒカル君すごかったでしょ。いや、っていうかね、去年より動きいいんじゃねえと思ったもん。汗止まんなかったよ、もういや、グローブとね、あ、なんかごめんなさい、ポップアップ。今回はボクシングルールなんで、教えてもらったら、ボクシングルールで、構えてね、しっかり。あ、俺は打ち込まないかな。はい、しっかり構えて。はい、お疲れ、解放。ゆうなさん、ありがとうね。そう言ってもらえると嬉しいよ。やりがいがあるよ。ど素人だけどね。のんちゃん、なんか飲み物ある？なんか買ってきていただいたりってできますか？え？どんだけ？お茶がいいな。お茶で。フォローありがとう。フォローありがとうね。ぜひ捨て頃出るんで応援よろしくお願いします。皆さんの応援が本当にパワーに変わるんで。肋骨の痛みは治ったけどね、やっぱね、ボディ叩かれると苦しいね。辰彦の軽く当てられたので、ね、悶絶ボディ殴られ慣れてないから。のんちゃんごめんね、ありがとう。お茶がで、だからドーンドーンって遅いの。こっちはもう反応させるけど、こっちグラッときたよ、これ。重いよ、体重移動で、重いよ、体重移動で切り替えたい。腰飛んだよ、今。ちょっと休んで、はい、肋骨はね、痛みはね、もう完全に引いてる。ここのジェブかっこよかったなぁ、アッカさんの。あー、ぜひぜひよろしくお願いします。はい、また来てください。もしよかったらフォローとかしていただけるとありがたいです。ゆうなさん、ありがとうございます。頑張ります、ど素人なんですけどね。えこうやってね、なんか何かを真剣にやってる顔はね、やっぱすがすがしいよね。
青春ですよ。33歳で青春。そうです。反対側ですね。簡単に言うと奥側にドレさんのカメラがついてますね。そう、逆から撮りました僕は。うわ、早いなドレさん、やっぱドレさんのジャブ早くね。おお、迫力あるでしょ。コーナーのアングルだから、で広角レンズつけてなくてもこの広角で撮れてるから、リング全体捉えられてるから。これね、リスナーさんからね送っていただいた最新のカメラなんでね、90度、要は、こういう風に90度撮れるっていう特殊なカメラなんですよ。で歪まない、湾曲しない特殊なレンズですね。いいね、やっぱリスナーさんからいただいたものでね、やっぱ画像がねクオリティが上がるんで。ありがとうのんちゃん、いただきます。こうやって見ると楽しいね。ちょっとねチラ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 しちゃうのはちょっと今度改良しておきますね。いやレベル高いな、マスでもレベル高いね、やっぱやってる人は。当てなくてもなんかこう面白いね、辰彦とドレさんのは。バカありがとう、アイテムありがとうございます。ありがとうね解放、いつも楽しいでしょ。映像は綺麗に見えてんのかな、パソコンでも、携帯でも綺麗に見えてる。電波問題ないかな、高画質で見れてる。うお、いいね。うわあ、ナイスナイス。綺麗？オッケー。おお、すごいや。若干映像暗いのはね、ごめんなさい。カメラのね設定の問題なんで、今度勉強しますね。コントラストが強く出ちゃってるんだね。そうね、セッティングの時間がなかったんですよ。もっと前もってねセッティングしたかったんだけど、着替えてセッティングしてっていう限られた時間の中でやってるから。こっちのアングルだと叩いてるの見えるね。リスナーさんからいただいたグローブとシューズを、うまくなってるかな、どうじゃろう。迫力あるね迫力あるね。リングサイドとかこんな感じで見れるよ。これドレさんに教わった技、 X ガード。苦しくなったそれ、これ聞いた。シューズはね、そうそう、ボクシングシューズなんだよこれ。モハメドアリが履いてたメーカーの。今触っただけなんだ。立て。
始まってるな。ヒカルくんとドレさん行きます。いいね、なんか実践的でね、面白いね。この録画のいいところは飛ばせるところだよね、ハイライトをね。勉強になるね。うわ。ソルさん教えるの好きなんだね。ヒカルくんはすごいね、これね、体力ね。ヒカルくんいいよね。危ないんだけどね。うん、センスが半端ない。どうなんだろうね、直樹兄さんね。もう情報が出てこないから分かんないよね。どうすることもできないよ。諦めてるよ。ねえ、練習やってんのかね。どうなんだろう。タバコの吸いパカだったら、これいっか。隠れて練習してんのかな。どう、わかんないよね。わかんないもん、考えてもしょうがない。わかんないよ、相手がどうなのか。あれ、タバコとかやったんだろう。面白いよね。やってる本人は辛いけど、見てる方は楽しいでしょ。すげえな、辰彦。辰彦すごいな。かっこいいね。
しましょうか。お、俺とどれ。韓国から？今出てくるよ。韓国から見てんの？韓国行って楽しまないと。ガタいい？デブって体重増やしたんだよ。体重増やしたん。いや、掃除大丈夫よ。ありがとう。解放は今男官塾のことをね、受かるように頑張って、一生懸命配信頑張りな。今ね、体重、相手の体重に合わせてね、75キロまで増やした、7キロ増量したの。パワー負けしないように。身長170の体重75、身長170の相手がね、高身長で80キロ超えなの。だからね、なんつうのかな、パワー負けないように体重伸ばしたの。70キロから80キロの間のね、向こうは減量、こっちは増量。ドレさんは8、あとね、ピーカブーっていうからかがんでるスタイルなのね。膝曲げてるでしょ、前かがみ、こうグッグッて、インファイトって言うんだけど、下から潜っていくの。相手がでかい人だから、こういうスタイルでやって、要はもう中に入っていく、そうグッて入ってる。ドレさんがそう 相手のパンチに合わせてこう入る練習をしてくれてんの、ずっと。約束稽古っていう。スリッピングがこっち来たらこっち決まってんでしょ。え、こっち行ってた。もうこうやって振っちゃってるから考えてないよ。戻ってきてる。え、そう。どういうことになるか。え、どういうこと。もうここでアッパー来てるから、まあ見えないだけ。まあ、そんなの入ってないけど。そう、同じぐらいの体重じゃない。体重とリーチと身長は向こうが圧倒的有利。だから対戦相手がちょうどドルさんよりも高い、身長が。体重はね、ドルさんの方が重いけど。目は背けてるからね。どっから来るか分かんないマシン。そう、打ってから打ってる。そう。だからもうあれだよ。リーチがあるから、どっから来るんだよ。今のよかった。どうだろうね、それは神のみぞ知るって感じだよ。今までの積み重ねだからね、選考には関わってないよ俺は。だからそれはね、もう今まで解放が1年間やってきたことだよ。よかったね。こっちの手がそんなに当たんないから。ああ、いいね。もうしっかり体重を一回こっちに乗せる。でそれを切り返して。ちょっとね、特殊なスタイルなのね。普通のオーソドックススタイルじゃないから。ドレさんはよく分かってるから、シフトウェイトが重要だってことを言ってんの、うん、これ今日の今日ファイブさんいらっしゃい、ゴーイン今日ファイブさんいらっしゃい、楽しんでってください。今日の、夜ですね、
今帰ってきたところで、高画質です。こっちはドルさんの枠でやりました。ドルさん教え方上手ね。タイミングがねやっぱ難しい。相手のパンチを当てながらかわすっていうか反らせる動きだから、相手のパンチに飛び込む勇気が必要なので怖いのよ。まあもう慣れたけど、怖さはないけど、タイミングがずれると次のパンチもらうから。だからあのなんで現代でこのインファイトってやらないかっていうと、パンチもらった時に強打で自分の力と相手の力が衝突するから壊れる選手が多いのね。でももう相手に勝つにはこれしかないと思ってる。運動神経いいんだろうな相当。練習だからね。きつい時にやんないと、はい、そんなコンディションいい時ばっかりってわけ。これは最近ジム通ってますよ。もともとは全くやってないです。空手を小学何年生だろう、小学2年生ぐらいの時にちょっとやってたんかな。2年3年の時1年間ぐらい。だから小学生の時の習い事だよ。全然ルール違う。そういう練習の方法もお前らとお前だけ思いっきり打ってとか思えたらね。目を反らしちゃダメ。そもそも目を反らしちゃダメ。見てないから。あ、俺マスクしてない。身長ね、俺170ですね。2分3アウト。2分2アウト。で、分回してるとやられちゃうんで、やっぱしっかりと、これよく言うの、恥ずかしがる。恥ずかしがる。要するに両手が空いてる状態は絶対ないっていうね。これがないと、分回されて、まぐれパンチ当たって倒れるの一番かっこ悪いから。で配信はね、あのでかく見えんの。テレビとかもそうなの。ガッツがいいじゃないですか。そういう再会なんで。どれさんがでかい。だけど、まあ俺横幅があるからね。体重今75あるから。そのレベル来てんだから、要するにモーションが大きいからね、疲れるんだよね。だそれを2分間松井子みたいにできるならいいけど、なるべく要するに脇を絞ってシャープに出した方がね、もっと言ったら。この腰の動きだけで出せれば、これ映ってないから意味ないから。もう一個言うんだったらジャブ少ねえかな。もうこっちばっかのね。とにかくジャブを出してる。これはね、二つの意味がある。一つは入ってこさせない牽制の意味と。
あーよかったよかった、マンキスはいらっしゃい、バガーありがとう、楽しんでって。こっちで行きたい、北村が乗せていいから行きたい、行けるんだけど、ここすごいいいジムだったね。でジャムもさ、このパラのうちはジャムじゃないんだよ、出てたんだ、楽しんでって。そのためにね、そのために別に下がっても打ちたいを出せるからね。ありがとうね、マンキスを。パンクラスなのかな、いや違うんじゃないかな、俺あんまりジム詳しくないかわかんない、アッカさんっていう人が最近開いたジムで、なんかヒカル君このジム契約するのテレビで見たって言ってたよ。あ、この人テレビでここをスポンサーさんからこのジムに決めたっていうのを僕見ましたって言ってた、ヒカル君有名な人なんだよね、アッカさんっていう、 K-1 とか出てた、元芸人さんで、黒人さんなんだけど芸人さんで、でそっから今格闘家になって格闘技のジムやってるっていう。パンクラスなのかな、スタンディングじゃないの、寝技系のなんか感じはないけどな、どうなんだろう、そう俺は分かんないな、まあ、フィットネスではないよね、本格的なジムではない。そうですね、ほらヌーフの相手にさ逃げ場はないから、森の中に入ってライオンと戦う時にも逃げ場ない。マヌーフっていうめちゃめちゃ強い人でやってるんだよ、どうせ死ぬんだ、強いよね、ベルナール・アッカさん、あ、ありがとう、マモトさんありがとう、情報かっこいいって言ってくれてありがとうね、嬉しいよね、多枠でワド頑張れって言ってくれるとね、コメントがあるとおね、タイムシフト見て嬉しかったよ、ありがとうね、応援してくれた人。今日の企画のやつワド2アンコールいらっしゃい、楽しんでて、もうね明日南関塾のね撮影があるから、これが終わったら少し喋って寝ますんで、そうここいいジムだったね、で今度からここで撮影するって言ってたね、チームドレは。皆さんね30分経ったんでね、もしよかったら延長台アイテムいただけると嬉しいので、ちょろっとチップを投げていただけると助かります、よろしくお願いします。延長に50円かかるんでね、今休憩かな、これは記憶にしようか、ヒカル君とか、ありがとうハート、ありがとう、マンキさんありがとうね、始まるね、バカありがとう、風船ありがとう、サルモンキーさんありがとう、解放ありがとう、反射がいいよな、ヒカル君、サイドステップも、うわー来たー、これやられる、だからヒカル君はやっぱりローをカットしない癖があるから、ローをしっかりカットする、ムエタイの技だね、マッハさんに教わったらしい、俺も一回食らったけどすげー体力消耗する、一回地面について足がこう間がね開くとね疲れるんだよね、プロではないよ、全然素人だけど、まあまあアマチュアぐらいにはなってんだ、ちょっとかじってたみたいな、でもやってる人からすると違うよ、やっぱ動き、辰彦の動きはね、ドルさん辰彦のは見応えあるよ、旅行券プレゼントありがとう、ありがとうね、アンコロ、あーバーガー当たったねバーガー5個当たった、おめでとうございます、おいナイスミドル、いやで行ってみようか、膝思い出して、
おぉ、やったー、和道さんありがとう。運営の魔法だよ、運営の魔法。わあ、いいね、これはモテるわ、ヒカルくん。これはモテますわ。お、女の子濡れるわ。夜行犬ありがとう。あ、のんちゃんからアイテム久しぶりだね。のんちゃんもたまには投げてくれるの。のんちゃんありがとね、ありがとう。違う違う、もう何回言ったら分かんない、配信中聞こえないっつってんの。コメントで書きなさいよ。あんた配信者の彼女何年やってんのよ。俺は音いろいろ聞こえてんだから。ここいいよね、雰囲気ね。あの人大丈夫かな。五条さんはね、なんだろう、もう隠してるのか全くダメなのかが分かんないの。俺と達彦はもうなんだこれっていうぐらい手抜いてんのかなっていう感じがあったから、隠してんのかなっていうか大丈夫っていう感じだったから、手抜いてんのかもしれない、五条さんは。あ、なんだろう、ちょっと光くんは勝っちゃうよ、このまま行くと余裕で。ちょっと危ないぐらいだね。実力差がありすぎて、俺が知ってる五条さんだと怪我するレベルだと思う。俺見てるから。ここはいいジムだよね。うわー、レベル高い。お嬢さん、モグゴリの人なのかどうかわかんない、全然。ただね、筋肉はすごかったね。筋肉の量はすごかった。あ、ヒカルくん強えかんな。モグゴリの人なのかな。レベル高いよね、達彦とドルさんだと。達彦強いかんね。だね、達彦の相手はバリ強いの。あのね、高校生の頃インターハイで、無敗なの。達彦の相手は本物よ。無敗、インターハイ無敗だ、ガチ勢だ。達彦強いんだけどどうなるのかっていう本格的な試合見れる。ほんで見応えあると思う。ここの道場かっこよかったな。あ、ヒロさんいつもありがとうね。風船ありがとう。風船ありがとう。できたらもう一人しっかり置けないと、グローブの上が効く。
小学生から引きこもってたわけじゃないよ。不登校だったの。小中と学校に3回しか行ってないだけで、あのチャリでね、なんか東北中走り回ってたらしいよだから陰キャではない、引きこもりではない。学校に行ってた、学校に行ってなかっただけ。義務教育を3回しか受けてないの。あー、匿名さんありがとう。海外旅行券ありがとうございます。これはね、コーナーサイドって言って、ロイ株式会社っていう裏に置いてんの、スタンド立てて。わかる？だからスタンドが必要だね。大崎豊だよね、ほんと。いや、俺ヒカルくんのエピソードで一番好きなんだよね義務教育3回しか受けてないっすね、ワドさん、いいっすねって言って。学校嫌いだったんですよ。なんかいじめとかあって、本当信じられないですね。でも仲いいやついますよって言ってさ、仲直りしました。本当はね、パンチングミットって言ってもっと軽いミットを使うのが普通なんだけど、ミットっていうかグローブか。本当はね、ミットは8万くらいなんだけど、まあ試合が間違いないです。そうっすね。よし、お願いします。ベンさん、ミドルキック超良かった。これをさ、体に受けるんだよ、これやばくない？サスライビとか花があるよね、光くんはね。気持ちいいよね。こっから疲れてくんだよね。辛いんだ頑張れ頑張れ。パンツがね、ブレてくるんだよね。格闘家すごいよね。これ毎日何ラウンド、10ラウンドとかやってんだよ。これをずっとやってんだよ、毎日。右ミドルいいね。1年ぶりだからね。
トムさん見てますね、経験者ですね、トムさん経験者なのが分かる。なんかやってました。ピッピさんいらっしゃい、楽しんでってください。まあ、配信者はね、不摂生ばったりしてるからねみんなスタミナないからね。前の日3時まで飲んでたらしいから。なるほど、キックやってたんですね。ジーパンじゃないし。ずっと練習してるからね、これの。おー軸はブレてきたな。走り込みが足んねえな。前のめりになってるね。ダメだね、走り込み足んないね。
声が拳のスピードを超えた瞬間だよ。わかる？声がパンチスピードを超えたんだよ。あね、やっぱ違うよ。シャドウは空打ってるからこう空気をスピードでしょ。だけどインパクトをこう測らないといけないし、人がいるプレッシャーとかね。あとシャドウってやっぱり自分の都合のいいテンポでこう打っちゃうわけじゃん。休憩が入っちゃうけど、それダメなんだけど、やっぱりミッドを打つ側が追い込んでくれるから、もっともっとパンパン、はいパンパンっていう。っていう感じだったかな、こんな感じでしたね。面白かったな、まあ、シャドウ綺麗だよね。自分で言うのもなんだけど、意外とシャドウ綺麗だったよ。やっててよかったよ、綺麗だよね。まあ一人だけボクシングだからちょっと動きが違うけど、シフトウェイトをちゃんとやるのと、あとあれだな、サイドステップがなさすぎるから、だから具志堅さんのトレーニングはひたすらシャドウ、鏡の前でひたすらシャドウ、いやドルさんが一番綺麗、ひたすらシャドウをもうひたすらサンドバッグスパーっていう感じらしいね。シャドウを徹底的にやるんだって。イメージパンチのフォームはシャドウで、でもサンドバッグでパワーつけて、でもスパー実践をひたすら繰り返す。それ世界取るわな。ケンシロウだね、完全に世紀末だよね核戦争で滅んだ後の肉体だからこれどこ目指してんだよっていうね一人だけがたいおかしいからしかもね、これこのまんま来たからね、この短パンでこの格好で来たから、もうね日常どれさんね、ジム4つ通ってて、さらにウェイトトレーニングのジムもいくつか通ってるから6個ぐらい通ってんのジム。だからもうこれ普段着なんだよドルさんの、ねえ面白いよね、すごいよ、ファイターだよこれ。普段着だからドルさんの、すごいよね。いいなぁ、なんか今来た人のためにもね、もうちょっと光くんとかの見たいでしょ、ね、閲覧増えたんでしょ、寝ずにね。格闘家だよ、だって20年やってんだよ。あ、延長するんで、もしよかったらお気持ちアイテムお願いします。これはますます、光くんがねマウスピースを作ってなくて、わんさんセブンイレブンにお湯借りてきますって言うから、え、カップラーメン食うのつって、いやマウスピース買ってきたんで、セブンイレブンのお湯でマウスピース作りますって言ってた。みんなで無理だよっつって、マジっすか、ジムにお湯ありますか、全然意味わかんなかったよね何セブンイレブンでマウスピース作ろうとしてんのよ、全然意味わかんないよね。さすが光くんだよねえ、動きいいよね、センスあるんだよね、バカプレゼントありがとう、アイテムありがとうございます。バブー辰彦、辰彦とドレさんも見応えあるよ、綺麗だよやっぱり、やってる人同士
去年はね、マイゲーとかも使ってたよ。ちょっとロブロブ気味だったけど。誰、夏彦さん、下がってくれるから、ミドルちゃんと蹴ってこら。普通に蹴って大丈夫だから。そう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 、いいよいいよいいよ。ああ、いや、もう全然平気よ。手は手、足は足になりがちだから、手から始めて足で終わるとか、足から始まって手で終わるとか、そう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 、怪我さえしなければね、うん、楽しいんだよね。難しいんだよな、これが。グラッときたわ、これ。この後のやつ。結構強く。これ細身だもん。あのさ、どれさ、あのね、手加減してるんだろうけどさ、重いの体重さ、考えろよっていう。これはいいんだけどね、次のやつめちゃめちゃ重かったんだよね。素人、これはダメでしょ。これはダメ、そう、階級さ考えてよっていう。KY だから。じゃあドレさんとタッチ。まあこれが一番やっぱ見応えあるよね。シャブ早、ドレさん。最初はね、ローテンポからね、バンバンピッチ上げてくから、ね、当てなくてもね、やっぱね、うまいよ。あの、技術さ、こうやってるのがさ、わかるもんね。フリッカーかっこいいな。フリッカーかっこよくない？デトロイトスタイル。どっから飛んでくるかわかんないパンチ。いいよね。早いね、ジャブ。54歳の速さじゃないもん、ジャブ。パンパンって入れてるもんね。
てかドレさんなんかまた上手くなってない。なんかまた上手くなってない。なんか体重しっかり重心しっかりしてるんだけどいつもより。なんかもっともっとね後ろ鏡だったのが結構インファイトつうか体重どっしり構えてて、なんかボクシングジム通い始めたっつってたからまた技術上がったのかな。ジャブがねなんか早いよね。いい蹴り、達彦ハイキックいいね。メイウェザー、メイウェザーに見えてきた。こういう風にできたら楽しいだろうな。2分間が早いね。なんか俺らがやるよりさ、あの全然違うっていうか、わかる？なんか遅いじゃん俺らのパンチの手数が少ないからさ。やっぱ達彦とドルさんずっと動いてるから早いよね、時間の流れが。見てる方がやってる本人は長いんだろうけど手数多い分。ファイターだから打ち合うからそう見えるだけで、全然達彦がレベル落としてくれてんだよ。いいよいいよいいよ、そうブロッキングの技術だから。ピンクアップなんだろ？ピンクアップ使ってもらか遊んでる達。苦しくなったそれ逃げば。30秒だ。これも練習だ。スタミナ切れた時にねパーンって効くんだよこれ。今触っただけなの。なんで。ちょめちょめポンポン。いやでも触っただけだけどね、ボンってこうね、こうなえるんだよ。まあこんな感じでしますか。こんな感じでしましょう。はい、ということでね、高画質であの皆さんに楽しんでいただきたくてね、あのちょっと夜更かしております。もうヘッドヘドですよ私は。どうですか捨て頃、楽しみですか皆さんね。一緒に盛り上げようね。やっぱリスナーさんあっての配信者だから、なんかみんなにねこうね、みんなで盛り上げていきたいね。うっこううっていう感じですね。息が止まってこうね、なんて言うんだろう、入ってこないっていうか呼吸が、で汗かいてハーハーの疲れでこうね時が止まる感じ。うっなんて説明すればいいんだろうね、ボディの苦しみってね。もうねあのなえる。だボディで立つ人ってよっぽど根性あるよ。ボディは倒れたらもう立てないって言われてんの。もうボディで根負けしたら終わり。だからボディは立たないといけない、もう根性だけの世界だから。あのねあの頭もらうのはね星飛んでね気持ちいいのよ。クラッとしてね、気がついたら終わってるから。ああどっちはいらっしゃい、いっすいっす。いや俺らは達彦にも何も言えないよ、わかんないよ。
そう、うん、それとっちゃんがやってるからよ。ガクって折れますよね。疲れがどっとくる感じだよね。なんか全部の疲れが一発でこう、うーってだからあそこでパンチ返せる人は根性ある人なんだよね。もう耐えるしかないんだよね。腹筋鍛えてもらい慣れてパンチは気持ちいい。本当にふわーってなるから、ふーって時間とこう倒れていくだけだから。まあ格闘技は楽しいっすね。ほんとへっぽこですけどやってて面白いっすよ。うん、ステゴロ応援よろしくお願いします。もうね、ここで勝たなきゃいつ勝つんだっていう話だからね。ここで勝たなきゃ。でもね、勝ったら、勝ったことないからな今のところ。勝ったら気持ちいいんだろうなね。え、負けた気分はねシェアすることができてるけど、やっぱり勝ちをシェアできる男になりたいね。勝つ気分はこうだよって、勝ったらこうなるよって。なんかすごいらしいよ。もうね、辰彦とかいろんな人が同じこと言うの。便所さんも同じこと言ってた。もうね、セックスより気持ちいいよって言ってた、勝った時は。で KO 勝ちするともうみんなからベタ褒めされるんだって。もうよかったよかったって、もうスターなんだって。ただもう負けたらもうほんとクソ味噌、うん、もう本当におつや、クソ味噌。もうそれはね、去年経験してるからね、うん、絶対味わいたくない、あんな思い、うん。俺もね、ドーパミンドッパー出すんだよ。ドーパミンドッパーって。ということでね、皆さんお疲れ様でした。私はそろそろ、明日ね、弾丸塾の収録があるんでね、ちょっと配信できるかどうか分かりませんが、ぜひぜひ弾丸塾の方も皆さんウォッチしてください。